はい、皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は渡辺玲奈手作りクッキングハヤシライスです。というわけで今日はね、私の得意料理のハヤシライスを、いつもの2人に振る舞っていきたいと思います。みんな大好き私のハヤシライス。それでは企画いってみよう。ではやっていこう。最初にトマトを湯むきしますので、元々のレシピはね、皮そのままなんだけど、うん、私があんまり好きじゃなくて、うん、クリクリクリってなった皮を食べると思うかね、食べる気がなくなっちゃう。ひたひたぐらい。トマトはこうやってブク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 ってやってたら勝手に皮がへへへへへってなってくるんで、そうなるまでブクブクさせといて、その間に玉ねぎ切ります。具がね、玉ねぎと鶏もも肉だけなんですよ。なので玉ねぎを具として成立させるために私は大きく切ります。ねえ、玉ねぎってさ、みんないつもこういう時はどうしてる？頑張って。じゃあ どこまでもうこれはさよなら。茶色とかでもさよなら。茶色までさよなら。いや、もう私は切っちゃうことが多いな。うん、いつも悲しい気持ちになっちゃうんだよね。あ、もこもこいってるね。で、こんなのは直接触れないので当たり前だ。こうやってジャーって言ったらダメ。まあ、許そう。お許しをいただきました。それでついでに顔を保湿してあ、綺麗に抜けてます。そうなんだよ、だから絶対隠し包丁いらないんだよ、こんなに勝手に向けてくれるんだから。ここはもう誰でも一緒でしょ。ここはこれはもう本当にびっくりするほどあっという間に終わりますので見逃さないでください。いきます。もう触りたい。触りたい。指で大丈夫？大丈夫。そう、指入れてる。そうです。ほら、見てこんなに。あらまあ、簡単簡単。トマトちゃんをここで待っててほしい。そうできるから待っててほしい。ここが早押し。ピボン。早押しじゃねえ。バターとオリーブオイル。もうちょっと多め。ニンニクちゃんをいただいてもよろしいでしょうか。これは出る分ですか。ボールの下に玉ねぎ入れてる。大丈夫？何やってんの？集団行動みたいな。玉ねぎとしての自覚が足りてないよ。これはもう本当にじっくり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 、もう本当に玉ねぎがまだっていうぐらい弱火でじっくりやります。弱すぎだね、さすがにね。思ったら言って。玉ねぎ側に。そう、弱いよってさすがに分かるでしょ自分で。先生、これは弱いよ、ね、そう、黒板の間違いを指摘する子供のように。そのぐらいはお互いやっていかないと、一緒に作り上げるもんだから。いや、トマト煮ます。汁がいっぱい出るからね。で、このこいつを金粉にする。あ、トマト、デカトマトがいるとこに、はい、液体とかの合流してた。大丈夫です、くっついたりしません。まあ、そりゃ住み分けしてください。そっちでやってもらうって感じだもんね。はい、もうそっちの方で。それも私がやることじゃない。あの料理はあれなのね、基本的には野菜主体です。材料の意思を尊重しながらやっぱ伸ばしていく。いつもは意思じゃないですからね、材料は。されるがままっていうね、まな板の上に乗ったマグロのようなんて言いますけれども、
違います。私の場合はまな板の上で踊ってもらいますから、ちょっと個性的な塾みたいなコンセプトだな。そうです、こう伸ばす。あー危ない、気をつけて。これもあの、はい、これも私の問題じゃなくて、トマトとまな板の方、トマトとあのまな板の頑張りの問題なので頑張ってもらいます。じゃあ渡辺は今日何をしてるんだろう。私は安全の管理です。いくら野菜を信用してるとはいえ、火とか刃物とか使いますから、そこの管理をするのが私の仕事です。トマト粉々になりました。これはね、やっぱりトマト缶でやるよりもトマトでやった方が美味しい。ああ、とすれば引こうと思った。トマト缶でやるよりに美味しいです。おいでもすべっこーい、でもすべっこーい、でもすべっこーい、ちょっと何だってこいでもってこいの歌です。作詞は？あ、私です、もちろん。作曲も？はい、今作ります。今このように曲が一つ誕生しました。おめでたい瞬間でした。はい、この動画はもう本当にずっと何言ってるか分かんないです。この動画をお料理動画だと思って見てくださった皆様は本当に申し訳ない。だからドッキリですこれは。皆さんへのサプライズです、まあ、ちゃんと料理してるよ。はい、してるけど、ちゃんとしてるし、ちゃんと美味しくできますんでね。考えるね。玉ねぎだいぶあのいい香りが動画で伝わらなくて気がするんですが、まあ、香りはね、女子会で女友達と口みたいな香りはね、あいつやっぱ愛とかあるじゃん。別に香りが悪いって言ってるんじゃないよ。それはまあでも香りもそういうとこあるよねって周りがね知ってるだけでやっぱ気持ち違うじゃん。香りに対する愚痴ね。いや愚痴じゃないよ。だって私別に全然香りのこと嫌いじゃないし。とか言ったりしますね、女子は。鶏肉取ります。鶏肉を取ります。鶏肉を取る。少なくてと思う。あ、そんなもんで肉足りんの？そうなんです。200から300です。これここでいい、はい、何でもそこでいい。何でもここでいい。なんて素敵な言葉。そこになければないですね。はい、何でもそこでいい。はい、でちょっと油足して、これはもうザザザッと肉はね。でもでかくね。もう一回ハサミで、うん、いや、まあいいよ。いいよ。じゃあゴロゴロで、みんな歯ついてるんですよ。ではいいです。やっぱこのちょっとだけ焦げ目をつけるっていうのはね大事。はい、こんなもんです。で、これ全部入れます。イエーイ。ボリュームちょっとさ、 LINE のさ送ったさレシピ出してくれ。酒 80ml、 ミネソースとケチャップ。ソース中央どうした、どっちがいい。ウスター。はい、いや、中央でもできる。ウスターって書いてある。中濃でもできるの。はいはい、にしよう。途中の良さも。写真一緒だよ。野菜の。え、何が。何が違うの君たちは。ソース、全部で大さじ4。大さじ4。キャピーは3、大さじ3。ピー。怖い怖い。私これ本当振るの嫌なんだよね。やろうか。あ、できたっけ。いつもね、蓋が外れる。うっかりさんの星に生まれてるからね。それはうっかりとかじゃなくてね、なんかが間違ってるんだろうね。え、でもこの作業において何間違ってるとかある。で、コンソメ固形に。あ、俺ちょっと熱なかった。静止画。え、サムネ。これコンソメ の PR です。実は提供いただいてます。いただいてます。いただいてる。あれが入るプロモーションが含まれています。これらをすべて入れて10分煮ます。10分経ったものがこちら。とはいきません。じゃあそれをやるために10分待ちます。トゥトゥ。はい。フレーバーと決まって残念ながらごめん、それを使います。はい、というわけで10分経ちました。なんなら10分より経ちました。ちょっとねタイマー係の方がうっかりしてしまいまして、もううっかりさんなんて会話も終わっております。それではオープン。イエーイ。グッズですね。グッズグッズ。
はい、というわけで完成しました。いただきます。どうぞ食べてください。こんな感じ。あ、美味しそう。美味しそうだね、こうやって見ると。実物も美味しそうですけど。いただきます。美味しい。美味しい。美味しい。うんうんうん。暑いし、暑いってなって親知らずのところに行ってしまって、あ、暑いた。ピノコ抜いたんですよ、抜歯で。親知らずの抜いたんですよ、抜歯で。変な日本語だなと思ってスルーしてもらえるかと思ってさ、あ、みんな親知らず抜いて。何抜いてんじゃん。抜いてない。あ、未経験。私全部いる。未経験。最初の1週間だけは本当にだから、こうやってあのそこが、あ、こうやって食べればいいんだ。だからそう、穴の入んないように私はこうやって食べてる。それ教えてほしかった。いや、言われてないよね、別に。心得ありますかとか言ってないよ。歯医者に教えてほしかった。いや、そんなこと教わってない。こうやって食べてくださいね、と言わない。この鶏肉うまくね？うん。ほんと。うん、ほんとだ。いや、なのか、その、調理工程が良かったからうまいのか。よよよ。よよよ。いやーいやいや。同じとこでやめて。うん。上手にできた。はい。というわけでね、この何の参考にもならない料理動画、いかがだったでしょうか。まあ、思いついた人はね、コメントしてくれると嬉しいですけど、口がポカーンと開いちゃった人はそのままで大丈夫です。そっとグッドボタンを押してください。それでは皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。渡辺玲奈でした。バイバーイ。